石井正巳は、日本の実業家、損害保険ジャパン元、副社長、かんぽ生命保険取締役兼、代表執行役社長を歴任した。東京都出身で、東京大学経済学部を卒業した。昭和51年4月に、安田火災海上保険株式会社に入社した。法人営業の担当部長などを経て、平成17年4月に、同社執行役員に就任し、平成19年4月には同社常務執行役員に、同年6月には同社取締役常務執行役員に昇任した。平成22年6月には同社代表取締役専務執行役員に、平成23年4月には同社代表取締役副社長執行役員に就任した。平成24年6月に日本銀行出身の山下泉の後任として、株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長に就任した。平成25年6月には日本郵政株式会社の取締役を兼ねた。平成29年5月に株式会社かんぽ生命保険の社長を退任し、元東京海上ホールディングス執行役員の上平光彦が後任として就任した。退任の背景として、日本郵政グループの持ち株会社である、日本郵政株式会社の当時の社長である、長渡精光との確執があったとされる。後に問題化する、かんぽ生命保険の不適正営業に関しては、早い段階で、その方がを認識し、対策を講じるよう日本郵便株式会社の横山邦夫社長と共同し、当時の副社長である、南方聡直らに指示していたが、長渡精光による更迭により、途上に終わった。令和2年1月14日、死去。67歳没。ありがとうございます。